皆さんこんにちは。今をときめく新人 VTuber、 お菓子作りが趣味のキョガヤメです。今日もお菓子を作っていきたいと思います。今日作るお菓子はこちら、ケーキモンスター。はい、それではケーキモンスターの作り方を説明します。1、トレイをハサミで切り離そう。2、ケーキを作ろう。モンスター型にケーキの素とカップ1杯の水を入れてよく混ぜよう。好きな色の組み合わせで作ってね。10回トントンして生地を平らにしてからレンジで加熱しよう。加熱は500W で1分10秒、600W で1分。3、カスタードクリームを作ろう。カスタードクリームの素の袋に1杯の水を入れてよく混ぜます。4、ケーキモンスターを作ろう。ケーキ型の間にスプーンを差し込んで周りを一周しよう。ケーキの好きなところにクリームを塗ったりモンスターシールでデコレーションして出来上がり。というわけで今回も忙しい現代人のために混ぜて電子レンジでチンするだけというとても簡単なケーキを作ります。それでは早速作っていきましょう。はい、それではこちらのケーキモンスターを開けていきます。かわいい袋に入ってますね。これが最後にお皿になるんでしょうか。中にはケーキの素3つとカスタードの素1つ、ケースとスプーンとシールが入ってました。ではまずケーキの素をトレイに入れていきたいと思います。そしてケーキの素にお水を入れます。そして混ぜ混ぜします。これがバニラ味、いちご味、メロン味です。はい、混ぜました。10回トントンします。そしてこちらを電子レンジに入れたいと思います。600W で1分、スタート。できました。こちらがケーキモンスターです。それではカスタードの素に水を入れて混ぜ混ぜします。できました。カスタードっぽくなりましたね。ケーキを一周させて取り出していきます。結構簡単に外れます。そして先ほどのお皿に乗せました。そしてカスタードクリームをつけて、お目目をつけて、お目目をつけて、口をつけて、完成です。ヒョガヤモン、人生疲れちゃったよ。どうすればいいかな。そんなこと言われても僕にはわからないよ。ヒョガヤモン、そんなこと言わないでよ。そういう時は僕にお任せだ。あなた様、ヒョガパンマン。さあ僕の顔をお食べ。ガブ、おいしい。こうして全部食べられ、みんな幸せになりましたとさ。めでたしめでたし。